5年前、東京、池袋で起きた暴走事故で、妻と娘を亡くした松永拓也さんは6日、服役中の旧通産省工業技術院の元院長が面会を受け入れる意思を示したと語りました。5年前、東池袋で松永真菜さんと娘の莉子ちゃんが死亡した事故をめぐり、夫の松永拓也さんは去年12月に新たに始まった、遺族などの心情を刑務所の職員を介して受刑者に伝える制度を使い、車を運転していた元院長に対し、面会などを求めていました。6日、松永さんの元に刑務所から回答が届き、元院長が面会を受け入れる意思を示したことや、松永さんの心情などをすべて聞いた後、申し訳ない、と述べた、ことなどが書かれていたということです。松永拓也さん、初めて彼と、真の言葉、心っていうのを交わせたような気がして、面会したら、お互いの加害者になってしまった、被害者側になってしまったという経験を無駄にしないように、今後の事故が防がれるための糧になるように、一緒の視点を共に持ちましょうと伝えると思います。松永さんは近く、面会を申し入れる予定だということです。ネットの声、自分の責任を車メーカーの責任転嫁するこの人の神経を疑った。それに高齢で医者から運転は止めなさいと言われても運転した。金はあるのに、警察もこれだけの大事故を起こしたのに逮捕もしない。高知白バイ事故など警察対応は、身内をかばう体質が今も昔も変わらない。松永さんはとても立派だと思う。ここに書いてあるコメントを読むと当事者でもないにもかかわらずバリ雑言なのに当事者である松永さんは気持ちを抑えて真摯にコメントを重ねてる。自分には無理か。松永さんの努力よ。松永さん、メディアでは真剣なお顔されているのが9割、10割、だけど、こんなことにならなかったら、毎日を笑って、時に悩んだり怒ったりする。私たちと何も変わりない普通の人だったのに、松永さんの幸せを陰ながら応援したい。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。